て調整力を上げるかというと、この範囲だったら、テニスコーチチャンネル。どうもテニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。プリンスさんにラケットを提供していただきました。今日はですね、サーブのトスアップで検索するとめちゃくちゃ出てきます。動画がサーブトス安定とか正しいトスの上げ方とかですね、結構いっぱい出てくるんですけど、そんなことを考えちゃうから悩んじゃうわけです。以前私もねトスの動画出してるんですけど、またちょっと改めて皆さんの不安がちょっとで取れればいいなと思ってますので、今日やっていきます。それでは行ってみましょう。はい、サーブのトスなんですけど、なんかねこう回転しちゃいけないとか、この辺で投げなきゃいけないとか、いろんな動画があるんですよね。回転しててもいいじゃないですか、上がってれば。そう思いません？せっかく上がったらな、ボール回っちゃってる、手がいけないのかなって思っちゃうと、どんどん引き手じゃない方が緊張してきちゃって、ますますね、動かないですよ。何でもいいんですよ。じゃあ、なんとかさんはこうやってなっちゃうから、こうやって持ってやってみましょうとかね、いろいろあるんですけど、まあ、矯正法としてはね、一つ方法で治る方もいると思うんですけど、僕がサーブで大事だと思ってるのは、自分が打てる範囲を知ることだと思ってるんですね。サーブ以外のショットは、フットワークが使えますよね。いろんなボールが来ても動いて調節ができるわけなんですけども、サーブは唯一フットワークを使わないので、何で調整力を上げるかっていうと、ある程度この辺に上がればラケットでどうにかなるっていう範囲を知る方が大事だと私は思ってます。グリップによって打ちやすい場所ってあると思うんですけど、ここじゃなきゃダメ、ボール回っちゃダメ、あれダメ、これダメ、もうね、上がんないですよ、そんなのね。もともと苦手だと思ってる人は、もうそんなこと言われたらもっと上がんないんで、別にいいんですよ。上げたら打っちゃえばいいんですよ。ちょっと右行ったなと思っても、打つ。ちょっと左行っちゃったなと思っても、打つ。ちょっと後ろだなと思っても、打つ。とにかく上がったとこで打っちゃった方がいいんですよ。ここに上がらないと打てない。インドアだったらいいですけどね。外行って風が吹いたり太陽があったりしたらもう絶対入らなくなっちゃうじゃないですか。だから上げたら打っちゃえばいいですよ。この範囲だったらラケットでどうにかなるなっていう範囲を覚えるのがフットワークを使えないショットでの調整力なんで、もう悩まないでいいんですよ。上げたら打てばいいですよね。さすがにこうちょっと走って追いかけないといけないようなボールはやめればいいわけですから、ある程度少し前に上がっても、右にちょっと行き過ぎても、ちょっと後ろだなと思っても、どうにかなる範囲を自分で覚えた方がいいです。そうやってトスの不安が取れれば結構手も動いてきます。手柔らかく動かしたかったら、まず壁に向かってバーンと投げてみるとか、こういうのも僕はいいんじゃないかなと思います。こうやんなきゃいけないってなると思うか、変な動きになっちゃって、トスは気にしない。超上級者になってスライスとスピンが打ち分けれるようになったら、やっぱトスね、投げ分けなきゃいけないこともあるんですけど、まずもうトスがどうしようもなくてサーブ入れることから始めたいって人は、上げたところでまず打っちゃちょっと体が倒れたりしてもいいじゃないですか。まずは入れば
打っちゃうよ。え、結構ね、ラケットに当たればどうにかなるって。いろんなとこに上がっても、多少フォームが悪くても入るんですよ。そしたら外で風が吹いたりプレッシャーかかっても、いつもこういう練習をしてれば打てるようになりますから、あんまりね、気にしない。正しいトスを上げましょうとか、正しいトスって何だって話ですよ。何でもいいんですよ。人によって投げ方いろいろ、打ちやすいところ、投げやすいところいろいろあるんで、自分が投げやすいポイントでポイント投げて、あと上がったところ勝負で、まず打てばいいですね。この範囲だったら、自分でどうにかなるなっていうところを探る、知る、それが大事です。それがフットワークを使えないショットの唯一の調整力になると思うんで、そこをやってみてください。はい、どうでしたか。やっぱり私が今在籍しているスクールでもトスで悩んでいる方っていうのは一定数いるんですけども、私が担当して気にしないで打ちましょうと、ここ上がったところで打ってみてくださいって言えば結構みんな治ります。そうしたらプレッシャーがやっぱ少なくなるんで、腕が動いてくるんですよね。緊張しちゃう、ここに上げなきゃいけない、回ってたらダメだ、こうしなきゃいけないって考えると、もうますます苦手意識が出てきて、まあ、イップスみたいな感じ、メンタルがやられちゃうとますます変な方に行っちゃって、あんまりそこは気にしなくていいんじゃないかなと思います。プロだって結構ずれてますよ。同じ球種で同じコースの写真を重ねたらずれてますから、そういう調整力が大事なのかなと思います。そういう練習をしてると緊張しても入るようになりますし、環境が変わってインドアとか外とかでも入るようになるんで、ぜひちょっと参考にしてみてください。決してね、こうなんかこいつ適当だなとか投げやりだなって思わないでください。僕はだって真面目にやってて、これもなんかこう言葉とかに釣られちゃってる人って多いなと思って、トスで悩んでるからトスの動画を見てるんだと思うんですけど、それを見ることでますます緊張しちゃうんじゃないかなって僕はちょっと思ったんで、今回の動画を出しました。何でもそうですけど、フォームから行くんじゃなくて、まず投げてみて入るポイントを覚えてからフォームを作っていけばいいと思います。それではこう見えても僕だって悩み事ぐらいありますよ。だからオスなんかで悩まなくたっていいじゃないか。そんなことを気にしてる暇があったら違うこと考えたいでしょう。元気がなくなったらテニススクールに行こう。悩みが吹き飛ぶぜ。じゃあねー。